All right, guys, we're excited to have Mugi Nai and Ramen Adventures here today. Mugi Nai さんと、ラーメンカルチャーのブライアンさんが今日来ていただいてます。Yeah, Washington DC, it's the Mugi Nai pop-up. Brian, how did this all come up? Where you guys came to, all the way to DC from Tokyo? The simple story is that I have a friend who runs this restaurant group and he visits Japan every couple years. And we were just chatting like, hey, would you be interested in hosting a ramen shop at your restaurant? He said, yes.And so the next day, I ran into June here and I said, hey, do you want to come to America? I was pretty casual about it. She went, yeah, sounds good. So that's how we started, got the ball rolling, as you would say. And yeah, here we are half a year later. ラーメンを僕は世界中に広めたいみたいな、そこまで大きい大義みたいなのもっとないんですけど、でも本当に真心を込めて作ったもので、はい、世界中どこ行っても伝わるんじゃないかなと思って、でだから、まあ、アメリカに限らず、これからもなんかそういう話があれば、できるだけ行って、本物を作って、感じてもらいたいというか、そういう思いです。だから聞いたときは、もう2つ返事で、もうすぐ行きます。Mugi Nai is very special. They opened in 2016, and what's amazing is that right off the get-go, they just started blowing up. There's a line out the door, basically. Yeah, they were a huge hit. Never stopped having a line ever since they opened. So within a year, they climbed up to number 4 ranking in Tabelog, and just recently, you'll have the number 1 ranked ramen shop, Mugi Nai, according to Tabelog.All of Japan. もともとその舞台やってる時にもラーメン屋さんでバイトしてて、それはもう全然町のラーメン屋さんで、その後お店何軒か行ってですね、でもその中で自家製麺やってるとことか無課長でやってるとこってなかったので、はい、それらはもう店決まってから店で毎日試作して試作して、最初はでも全然本当に美味しくなかったんです、もうスタート時点では。今でこそだいぶ結構良くなってきたなっては思えるんですけど、もう最初は本当そういう感じですよ。全然オープンの時もそう思ってたんですか？もちろんです、もちろんです。自信なくて全然思ったようにできない。だから自家製麺も初めてなんで、ものの1ヶ月ですで、あの店でやりながらやばいですよで、お客さんはどんどん来る。そうですね、なんか、まあ、運のいいことに、なんかそのラーメンブログ書く人がよく書いてくださって、それでもう3日目から人がすっごい来るようになっちゃったんですよ。だからもうびっくりしますよね、ビビりますよね、なんかね、自分が思ってるものができてないんだけど人が来てしまうから、そこのギャップにはすごく悩みましたね。毎日は安定やっぱなかなかしないんですけど、難しいですね。難しいです、本当に毎日毎日食べてるとかなり日によって違ってきちゃうんで、そこの調整っていうのがすごく難しいところではあるんですけどね。だんだんやっぱ右と左かようやく見えてきた、3年やってきて、ってぐらいのものです。僕がその店出す時に考えたのが、お年寄りから小さな子供が食べられるものがいいとまず思っていて、あとは僕が自分の大切な人、例えばまあ親だったり家族だったり恋人だったり、ね、小さな僕赤ちゃんいないんですけど、子供だったりそういう人たちにも自信持って食べていただけるの、本当は、ね、化学調味料がいいとか悪いとかちょっと僕は、ね、ここでは言わないですけど、ちょっとでも引っかかるものがあるんであればそこまでおすすめできないというか、よくラーメン屋さんでも油が多い、塩分が多い、化学調味料いっぱい入ってるで、だから自分は食べない、でもお客さんには受けるからっていうスタイルでやってるところも多いんですけど、ちょっとやっぱりそれがお金もらうって考えると僕にはそれはできなかったっていうのと、あとはその作っていくうちに昔より作った方が美味しいんだっていうところにたどり着いたんですね。だからその2点ですね。割とだから思った通りにその年齢層は幅広いですよ、お客さんの。あとすごく小さな子供もよく食べてくれるんですよ。こんなにうちの子が食べたのは初めてとか、もう一人で一杯ね、初めてのラーメンとかね、離乳食終わって初めてラーメン食べさすのはうちの、そうだからうちの商品親の方とかもやっぱそういうとこ見てくれてるんじゃないですかね。
できるだけその、まあ、化学調味料もそうですけど添加物もほとんど感性もちょっとしょうがないんですけどできるだけもうそういう他のもの保存料も何にも使ってないですし、あの塩気もできるだけ控えめにしてる油なんですね、うん、だから本当に言えばもっともっとできる、これからもっともっとやっていきたいです。全部オーガニックにしたり、うん、将来は全部自分で育ててラーメンにしたりっていうところまではいきたいなと思ってるんですけど、理想ですか。We lucked out, man. It's beautiful. We're out here on the patio at Little Pearl. Dope spot, right? It's amazing. Chill. Like, something you told me about this place is just, it's there's a historical significance. So Abraham Lincoln built this very spot that we're on, man. This is the old, like a Civil War Naval Hospital. And Abraham Lincoln. That's right, man. Our 16th president. You're probably as tall as Abraham Lincoln. He was 6'3" or 6'4", right? How tall are you? Yeah, 6'2", 6'3". Yes. So I'm close. I'm just close. Gotta get him a hat. Yeah. Today it's a because it's a collaboration between Little Pearl and Moogie Knives. So Little Pearl is handling two snacks and the dessert. Moogie Knives bringing the ramen. Yes. They brought ingredients from Japan specifically for this event, using ingredients not available here in America. So we brought over some specialty soy sauce. Tough to get in America, tough to get in Japan as well, but you know, you can source it. できるだけ日本のものと同じもの、材料をできるだけ揃えた醤油ラーメンになってます。ただ、まあ、麺は違うんで、なんですけれど、まあ、ここに来て、ここのアメリカの材料と日本の材料と混ざって、また日本のものとは違う、ここでしかできないラーメンになってます。もともと僕は全然違うことやったんですけど、ラーメンはずっと好きで子供の頃が好きだったんですけれど、最初はその屋台の、今食べたら多分美味しくないと思うんですけど、その子供の頃は屋台のラーメンすごく美味しくて、外で食べるその雰囲気も良くて、でそういうところから始まって、で東京に出てきてからラーメンの本を見て一軒ずつ一軒ずつ全部食べ歩いていったんですよ。でその中でやっぱすごくラーメンが好きになっていって、僕もずっと貧しかったんで、ラーメンにすごく救われたというか、貧しくてもお腹いっぱい食べれて美味しいも食べれる、まあ、すごくそういう、ね、自分と人生と寄り添ってきた食べ物だったんですよね。だからいずれラーメン屋さんやりたいなっておぼろげには思ったんですけど、まあ、具体的になったのはその僕はもともと舞台を目指して舞台の俳優をちょっとやってて、でもこれで食べれなくなったって時に、あ次何やら考えた時にもうラーメンが考えられなかったとか、でラーメンを僕がさっき言ったようにそのしっかり思いを込めて作れば、まあ人気出るか分かんないんですけど、人は来てくれて食べてはいけるんじゃないかなっていうところからスタートした。これでなんかすっげえ店いっぱい広げてお金持ちになりたいとか日本でナンバーになりたいとかそういうのは全くなくて、本当に最初はもうそういう、まあ、細々とラーメンしっかり作って生きていきたいなっていうところでしたね。彼女も別で店をやりたいと思って、で何をやってるんですか。ラーメン屋さん。あ、そうです。私はもう本当に業務用の、そうそうそう、なんかそういう麺とかも製麺とか、そうビジネスやりたかったんですけど、最初手伝ってもらうようになったんですけれど、割と最初からお客さん来てくれるようになっちゃったんで、そのまま抜けられなくなっちゃってでそのままずっとこの流れで来て、いや彼女はワンタンを作ってます。ワンタン作る、うん、もう実際やっぱ2人でやりだしたら正直この仕事はちょっと一人でやるのは無理だなというのと、やっぱりもう本当に美味しいものを作ろうとするとすごく時間もかかるしお金もかかるし、本当にもう今こうサポートしてやっていることがやっぱり自分に合ってるかなと思って、今はもうそのまま一緒にやっていくことにしたんですけどね。もちろんやっぱり僕的にもそうなんですけど、あまりにも評価がパッと上がってしまったんで、僕はそこにすごくギャップを感じていたとさっき言ったんですけれど、やっぱり周りの人もそうじゃないですか、なぜあそこがそんなに評価されるんだっていうのは絶対あると思うんです。だから直接なんかやられたっていうのはそんなにはないです。あるはあるんですけど、そんなにはないんですよ。だけどやっぱりネットを見たりすると、やっぱりね、そのいい評価される反面、やっぱりなぜなんだって評価すごく出てきて、まあ、それはもう今でもずっとです。だから今1位になってしまったんですけど、
これでやったハッピーだぜっていうよりかは、あ、心配だな、これからまた風当たりが強く、今までは一等さんが前にいて僕らは2番目だったから風がそんなに来なかったんですけど一番前に立ってしまったんで、もう風当たりがこれから強くなるなっていうのは感じてますね。なんかね、だからね、あの評価がいいってことでハッピーなだけではないですけれど、まあそれもしょうがないですからね、宿命なんで、うんですね。まあ、これから、アメリカでオープンするとか海外で、うん、あのオープンするっていうことは考えていらっしゃいますか。まあ、チャンスがあって条件が整えば、あの絶対なくはないぐらいですね。絶対やりたいとも思ってないですし、そうですね、そういう話があってやれるものであれば、I mean, I want to see, I want to see ramen culture expand in America for sure. Yes. ラーメンも文化どんどん広げてほしいですね。そうですね。うん、あ、まあやっぱ日本とはちょっとテイストが似てるけどやっぱり違う。うん。だから思ったよりもお客さんすごくいっぱい来て、それだけ受け入れられてきてるのかなと、文化として。うん。違いってどういう感じで違いを感じましたか。おそらく日本人の好みっていうと少し違う、麺の感じ、スープの感じ。今東京ではやっぱり無価値なものがすごく入ってきてて、はい、割とやっぱこう時代がこのその前っていうのは豚骨業界だったんです、はい、で今は割と賃貸になってきてて、だからおそらくそういう流れにはなっていくんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、今のワシントンはやっぱ日本のちょっと前に流行ったものが今来てるのかなっていう感じはしますけど。だからいろんな店ね来てんで、いろんなラーメンをアメリカ人が食べて、そうすると多分日本でもそうだったようにアメリカ独自のラーメンがこれからできてくると思うんです。だから日本と同じである人は全くないと思うし、日本と同じは多分できない、僕は今回やって思ったけど、ちょっと難しいですね。もう材料も違う、水も違うで、だからなかなか難しいんですけど、だからアメリカの人がこれからこの日本のラーメン食べてね、自分たちのラーメンを作っていくといいですよね。そうすると多分日本のラーメン好きもアメリカ行ったらあのアメリカのラーメン食べれるぜって、日本人はアメリカ来て日本のラーメンそんな食べようとはそんなに思わないと思うんです、はい、そう好きじゃないと。だからね、そういう文化としてね根付いていくとすごくいいですよね。僕はね、人生はねもう半分ぐらい、39、今年40なんで半分ぐらい来てるんですけど、一緒です。あ、本当ですか、はい、なんですけど基本的に人生うまくいってこなかったんです。舞台もそうです、その前野球もずっと全部本当に全部真剣にやってきたんですけど、全然うまくいかない、うまくいかない、もう挫折挫折で、家も貧しかったし、親はお父さん4人目だからそういう家庭だったし、だから本当にうまくいってこなかった人生なんですけれど、今こう辛かったことはって聞かれても思いつかないというか、まあ、全部辛かったは辛かったんですけど、なんかそういう環境だったからこそか、そこまでこうなんかタイプ的に落ち込まないというか、もうしょうがないよねって感じなんで、あんまり思いつかないですね。一番って言われるとなんだろうなって感じですね。それがあったから今あ、でもそれは本当そうだと思います。うん、いろんなことやってきたからこそ、舞台も野球もそうですけど、もう絶対に今の仕事に生きてるん で同じ表現するっていうのは舞台と一緒ですし、野球で培った体力で今やれてるところもありますしね。だから全部つながってるんですよね。うん、本当は違う名前を考えたんですけど、僕の今の父親がそういう画数とかを気にする人で、画数って分かりますか？画数、漢字の何、1234、うん、例えば、はい、麦苗は1234、はい、漢字は苦手なんですけど、うん、はい、分かります。だからそういうのでちょっと良くない、前の名前僕が考えたのは良くないって言われたんで、じゃあちょっと違う名前しようかなっていう時に考えた時に、画数スタートなんです。だからこの画数はそのお父さんが信じてる占いみたいなものではいいよって言うんですよ。だから特にその麦と苗に従ったわけじゃなくて、その同じ画数の中から選んだ時に麦で、この中から苗合体で、あとその麦と苗、麦の苗っていうのは踏んで育てるんですよ。育てる過程で麦踏みっていう作業があるんですよ。だからそれもすごくいいなと、僕らもその始める時に、まあこれから踏まれながらでも育っていきたいなっていう思いで始めたんです。いいっすね。踏まれちゃった。そうですね。まあ、今でも踏まれ続けてます。いろんなとこやっぱね。日本に来
たらもうぜひとも、僕はもう僕が思う本物のラーメンを作っているので、ぜひ一度こういうラーメンもあるっていうのを楽しんでもらえたら、体験してもらいたいなと思いますね。2人とも、they're gonna both be there at Muginae in Omori near Shinagawa. So if you fly into Haneda, go straight to their shop. 羽田に着いたらもうすぐそっちに行ってもらわないと。おっ、来た。ナイス。Yes。さあ、どうぞ。はい。いただきます。ありがとうございます。Very oishii. It's very oishii. We got the wontons. These wontons have been super popular with all the customers here. It's crazy. 最高っすね、これ。もうジューシーな鶏肉。Very juicy chicken breast.Yeah, we use a sous vide to cook it. The belly we roasted with a little smoke in the roaster. Nice. We brought the menma from Japan too. Umma. All right, you gonna crush this? Kanpai. Kanpai.ごちそうさまでした。シロカン。This is amazing. To be able to get taste of Tokyo in DC.、Mm-hmm. Yeah, so, you know, the pop-up's winding down. It's on our second night. Really, really happy. Anyone who's watching that came to the event, thank you so much. A lot of support, huge amount of support from over social media. People loving it. A lot of people coming up to me, giving positive comments, and that's...What this is about, man. Yes. It's about creating a positive experience for people. So, yeah, thank you, everyone who came out to this event.